あれ大丈夫だったよね。なんでだろう。高さかな、やっぱり。すごいんですよ。くしゃみも出るし。あ、ごめん。ごめん。違う。ごめんね。間違えた。思ったより目が開いてた。だって起きてから1時間経ってるからね。まあ眠いんですけど。そう、眠いけど。もうね、毎日ね、この時間7時台が起きてから1時間がめっちゃ眠いんですよ。ご飯食べましたよ。首かしげてる。ココアも食べたよね。ミニチュアダックスじゃないですよ。まあ見た目はそうなんだけど、これはね、チワワとのミックスになっております。チワックスです。しかもカニ編なのでちっちゃめです。あやさ、セラタとドボンバトルできて嬉しい。眠いな。ずっと眠いって言ってるね。うん。確かに。鼻がブズブズするよ。半目で失礼しますって。半目でも見れてるなら良き。おはようございます。最大6時間だけど、6時間は寝れないじゃんね。
朝のハート消費ですね。だって朝のハート消費の意味がよく分かってないんだよね、私。逆にね、私は単純に永遠にやってるんで、イベント中は。だからハート更新される前にハート0個にしとくとかやったことない。かわいい。寝ようとしてます。眠いね。私いつもね、まあ6時起きて、6時台はまあいいんですけど、7時台になってくるとだんだん眠くなってきて、寝落ちドボンになるんですよ毎日。だから今配信してるから寝落ちドボンにならずに済んでるんだけど、いつもだったらもう寝落ちドボンしてると思う。眠い、本当に眠いんだよね。どうやって言うとフラゲが頭から離れなくなるよね。だって私はなんないかな別に。フラゲというよりか、まあ、フラゲは元に BGM になってるんだろうけど、もうドボンの音楽はドボンの音楽ってなってるから、フライングゲットは出てこないなって感じ。ね、半分寝ながらやっちゃうよね、それな。リップ塗ってる。だってリップ塗らないで配信しないけど。逆にね。よいしょ。おはようございます。マジ眠いね。みんなは朝の準備中とかかな、通勤時間、電車の中とか。スマホ顔に落ちてきた。痛いやつだ。顔が痛いやつ。
私もありますよ。コーンって出ていたっつって起きる。午前中ベッドです。なるほど。え、じゃあこの時間に起きたら大変じゃん。マグマグ何朝のこの時間が一番なのに憂鬱って書いてある読めない星になって。本当に眠いね。どうしよう。本当に眠い。本当に眠い。頭変えて落ちないちゃん、ここはアニメートだって。そう。本当に眠い。どうしよう。寝ちゃいそう。ナズナのオリジナルソングとは？すっごい吠えてる。
僕の夏同棲しました。おめでとう、おめでとう、おめでとう。早いな、あと、まあ、もう明後日ってこと。いや、今日は練習をします。僕夏の明日は劇場に行きます。なんででしょうかなんででしょうか。踊るわけではないです。なんででしょうか。うん、匂わせか。うん、ここまで来たらもう匂わせしないよね。言ってるよね。ほぼ言ってもいいと思うけどね。そうです。はい、おしゃべり しに行きます。唇なくす人。ねえ、前説マジで久しぶりだからさ、わかんないね。私どんな感じなんですかね。何しゃべるか考えてない。一日いいことありそうで、よかった。でもなんかエピソードトークみたいなのあるよね。普通に前あったやつ。私あれなんか別に、私あれ前回さね、ほとんど話してないから。確かにドボンのこと話すか。てかあとさ、僕夏のさボーイフレンドの作り方でさ、恋は丸々だと思いますってあるじゃん。あれさ、あれほん、なんていうの、折り面とかって、折り面の方々ってさ、なんて言ってるの何を言ってるの。私初めて出た時、前回全然何も考えてなくて、でめちゃめちゃもう直感で行きました。前に
マホが言って私が言ってってやってたんだけど前回だから直感でパッて言ってたねえマジで直感だった何も考えてなかった本当にびっくりしちゃったそうだここあったんだと思ってそうなんて言ってるか気になるだった。これは前回は桜と星って言った。星はなんか自分の名前に入ってる。でも桜はなんか春だと思いますって確か言ったのかな魔法が。だからそしたらパッて桜春桜っつって。単純な頭のそうあれですね。ね考えていった方が楽なんだけどね多分。公演のアーカイブは1ヶ月ですよ。だから。私が出た公演はもうクララの生誕祭しかないですね。そうあれアドリブそうなのよ私ねいやなんか台本に書いてあるのかなとかさそう決まってんのかなとかちょっと思ってたんだけどそのうん初出演の前はで行ったらあ台本ないじゃんって思いながらまあ後で真帆に何言うか聞いてみようって思ってたら2回とも本番になっててえあ、やばいやばいやばいっつってどうしようどうしよう何を何をと思って焦ってたそう香里さんねすごいわきょんちゃんそれはあれじゃない初出演だったからじゃないそう私こさっき昨日ねそのゆずかの初出演の日のオンデマンドね見てたんですけどそう香里さんがね声はゆず声だと思いますって言ってて初出演の子がいたらそれ言えるなぁと思ったけどいないいないねいないねね何も言ってないんだ音源はそこで行こう行かないで初出演でも何でもないのにうんみんなちゃんと聞いてないとこのさここのセリフのキョンがさキョンすぎてねちゃんと聞いてテストに出るぞみたいな言い方が超キョンちゃんじゃんと思って思ったいい意味ですよ
ちょっとじゃあそろそろ終わりますかね。半で30分にくらいで。ただじゃ置かないぞ。ポジションだけ教えてください。なんでですか？逆に。前の見たらわかると思うけど。すごい、スキップ3枚も出せました今。座る位置だって。座る位置は私に髪手か絞ってどっちがいいって聞いたらいいのに。どっちだろう。髪手かな、足元かだっけ。髪手です。確か。髪手ですね。髪手です。絶対髪手だわ。絶対髪手だ。下手に行くこともなくはないけど、ボーイフレンドとか結構ずっと下手。いや、上手も行くか。一番が下手なだけか。上手ですね、絶対。オンデマの場合はどこよ。オンデマの場合はお好きなところに。いやでもね、ファイト一曲はね、下手なんだ。最後の曲はね。でもどっちの方が多いかで言ったら神ってですね。MC は基本さ、センブロ内に収まるから、言うてセンブロだよね、全員ほぼって感じじゃない。アイスティーはだって1番は下手、間違えた、1番は上手にいて、2番は下手にいて、最後も上手ですね。2番でちょっと下手いくけど、基本上手、何でも基本上手。下手に行くのはボーイフレンドの1番と、間
違えた、違う、3つの涙だ。ボーイフレンドも、ボーイフレンドも行くけど、3つの涙の一番と ボーイフレンドの一番。で、3つの涙の始まりは神手なんですけどね、その手にちょっと移動してお立ち台は、お立ち台はずっと見えるのかな、みんな全員のこと。でも私がいるポジション見えたのか。でも全体を見たかったらお立ち台は超おすすめだよね。うん、僕たちどの曲が好きだって難しい。この曲が好きだろう。でもボーイフレンドの作り方はセリフもあったりとかして、そう、結構好きかも。うん、あとなんだろうな、恋人いない選手権楽しい。でも踊ってて、電話には出ない、パン。あ、アイテムあると若干遅くなるのか、次行くの。そういうこと？なるほどね。フィーリング、フィーリングってなんだろう。うん、難しい言葉使わない。フォーコーエンデタイ、フォーコーエンデタイ、フォーコーエンデタイ。ハツさん、セナタのカード1枚しかない。あら、あら、まああれですかね、セナタのカード入れて12位以内に私が入ったらハツさんも一緒に出れるというあれですか。アイスティの口のヒールの高さが、そうそうそう、そうらしいんですけど、でも私が見たバラバラなんですよね。私が見た日は全員低かったり、ヒナナさんだけ低いやつだったりっていう二択なんですけど、私だから明後日はどっちなんだろうって思って、
なんか眠くなくなってきた。でもなんかハッツさん普通になんか12位目指してる感じしない？自分がなんかツイッターでそう20位ですみたいな、なんだったか分かんない、それをちょっと見た気がする。そう、私そうなの、755もショールームもツイッターも全部このスマホでその投稿とかね、配信とかさできるようにしたから、そうだからドボやりながら、ドボンやりながらそう何でもできちゃう意外と。てかむしろそう、そうね、スマホ二つ持ち。いや、これは親の、これね、これは親が昔使ってたスマホ。いや、私メンバーランキングもう入ってないですよね。そういえば入ってましたっけ。確かに僕のやつカットし曲数かけたいね、カットしてるし、あれですよね、優しさに甘えられない、本当オープニングだったよね。でも初出演の身からしたらすごい覚えやすかったっていうか、曲数が少ない分ね、確かなんでカットしたんだろうね。あれ恋人いない選手権もさあれだしね、ワンハーフになってるしね、フルから。あとメロスがあったっけ、本当は。あと何かあったっけ。あ、スイフもあったんだっけ、みたいな。あ、ノーパラ懐かしい。てててててててみたいなやつ。一回踊ったことある。レッスンで。あ、学校行ってらっしゃい。犬が行かないでやってほしい、休んでいい、ダメでしょ、ダメでしょ。でも本当にさ、お出かけする前とかって犬って本当に察しするから、すごい悲しい顔になってくるんだよね、旦那。
それが分かってごめんねと思いながら包丁出ますね。パチドラ以外に歌ったことないよ。大体なくない？公園で歌う曲って他で歌うこと。ねえ、めっちゃ眠くなってきた。またまあこういうのを繰り返してます、一日中私はい、はい、という曲が第5弾になるのかな、だってどうでしょうか。明日をお楽しみにしていてくださいね。まあ本当だったらね、12日明日からそう5弾になる予定だったから、もうそのままの予定で行くのか、それとも休演になっちゃったからその分日数を伸ばすのか、どちらなのかお楽しみに両方とも考えられるよね。まあということで終わります。45分ぐらいになったので、13位ガキッチョさん、12位ユウさん、11位ケンジロウさん、10位ヒロさん、9位赤花のソルテさん、8位エイニャンさん、7位ウルクルクセンブルクさん、6位ドラゴン Z、 5位ハヤトさん、4位ギャローさん、3位シンさん、2位マサキさん、1位ブタブラパラダイスさんですありがとうございます。ギフト読みます。サツンさん、 ISZ2271 さん、ミッチーさん、マサキさん、翼欲しいさん、シンさん、きなこ、はやとさん、ドラゴン Z、 ウルクルクセンブルクさん、ヒコドンさん、ギャローさん、ひろちゅんさんです。ありがとうございました。ではめっちゃコメント読んでた。ではバイバーイ、また夜会いましょう。バイバーイ、今日も一日頑張ろう。